近年ではメジャーに挑戦する日本人選手が年々増えているが、ミネソタツインズに所属する前田健太は2016年から海を渡り異国の地で奮闘している投手で、個人的にもメジャーでもっと活躍してほしい、とても好きな投手の一人。日本球界で数々のタイトルを手にした前田は2016年にロサンゼルスドジャースへ入団し、メジャーデビューとなった4月のパドレス戦では初登板、無失点、初勝利、そして初安打はホームランという二刀流とまでは言わないが、デビュー戦だけを見れば大谷翔平以上の完璧すぎるメジャーデビューを果たした。その後ドジャースの重要な投手陣の一人としてメジャーの大舞台で活躍していたが、今回はドジャースでの話を飛ばして2020年のツインズに移籍してからのことを紹介させていただこう。2020年、世界的な感染症の影響で短縮シーズンとなったこの年、前田はシーズンが開幕する前の2月にトレードでツインズへと移籍した。ドジャースの本拠地ロサンゼルスから遠く離れたミネソタに移籍し、大きな環境の変化もあっただろうが、この2020年のシーズンでは8月に球団新記録となる打者8人連続奪三振の快投を見せ、9月には日米通算150勝を達成した。短いシーズンではあったが、前田は安定したピッチングでシーズンを駆け抜けると、最終的に11試合に登板し6勝1敗、防御率は 2.70 というメジャートップクラスの好成績をマークし、この年のサイ・ヤング賞投票では2位にランクインする見事な結果を残した。今現在、前田の扱う球種は5球種で、フォーシーム、スプリット、スライダーを軸にシンカーやカーブも投げている。トミー・ジョン手術の影響もあってか、フォーシームの球速は以前より明らかに落ち、平均球速はメジャー平均を大きく下回る91マイルとなっている。ただ前田の場合、変化球も高く評価されており、フォーシームに頼ることはなく多くの球種をバランスよく投げ分け、今なおメジャーの第一線で先発投手としての役目を十分に果たしている。ツインズが本拠地を構えるミネソタはシーズンが開幕する4月でも冬のような冷たい風が吹き、2021年のシーズンでは前田は開幕投手を務めたが、初めて経験するミネソタの寒さに対応することができず、4月の月間防御率は 6.17 と本来のピッチングができない苦しい開幕スタートになっていた。そしてシーズンの中盤、8月には試合中に腕の張りを訴え、負傷降板するとトミー・ジョン手術を受けることが決まり、このシーズンと翌年の2022年は全休することが発表された。多くのファンが待ちわびた前田の復活となる2023年の今シーズン、前田は4月4日のマーリンズ戦で591日ぶりとなる公式戦復帰登板を果たし、決して悪い投球内容ではなかったが、やはりこのミネソタの寒さが影響してか、今シーズンも4月の防御率は 9.00 と先発投手としては厳しい成績を残し、待望の復活劇とはいかなかった。しかし6月からはピッチングが安定し、日本時間9月20日の現時点では防御率は 4.28 にまで戻した。トミー・ジョンから復活した今季は特別目立って悪すぎる内容でもなければ、完全復活とまでは言い難いいい内容でもない。ドジャースで活躍し、ツインズでもエース級の働きを見せていた前田からすれば、現時点の成績はまだまだ物足りない数字で、多くのファンももっと活躍できると期待しているに違いない。今季がメジャー7年目のシーズンとなった日本球界を代表する投手、前田健太。続々とメジャーの世界に参戦する新しい日本人選手に話題が行きがちだが、ぜひツインズに所属する前田健太にも注目し、さらなる活躍に期待していただきたい。